えー、今日は全国部落調査についての裁判の報告をします。実は2016年から続いている裁判、いよいよ終盤を迎えてます。それで今日ね、えー、2020年7月20日、えー、14時から東京地裁13民事部で、えー、弁論準備手続きがありましたで。結論から言うと、今回で弁論準備手続きが終わり。で、次回 3, 3回口頭弁論。 かつ、承認尋問が行われます。その日程が8月31日、9月14日、9月28日、13時30分です。いずれの日もね。それで、コロナの影響で傍聴人数が限られてまして、傍聴席が全部で36。で、そのうち22がですね、 特別傍聴席ということで、原告と被告に割り振られて、で、一般傍聴席が14です。だからこの14のね、席を一般傍聴者は取り合いになるので、多分当然抽選になりますし、なかなか入りづらいのではないかと思います。 それでもしこの動画をご覧の方でね、自転車の特別傍聴席に座ってみたいっていう方はご連絡ください。実はすでに、ね、何人か申し出はあるので、どこまでご希望に添えるかわからないんですけどあ、あとね、一応裁判所の方には、 自転車の傍聴人だっていう風に分かる、わからないようにしてほしいっていう風に言ってますので、あくまで一般傍聴席と同じになるようにということでお願いしてますので、その自転車の枠で傍聴したからって別に解放同盟から嫌がらせをされるということはないと思いますので、ご安心ください。で、今日ね、何があったかっていうと、まあ前回からね、いろいろ書面が届いてて、まあ、結局ですね、解放同盟側9人、 え、承認を指定しました。で、自転車側が2人だから合計11人ですね。で、合計180分、プラス反対尋問で120分。ただ裁判所としてはもうちょっとね、長めに取って8時間ぐらい承認尋問で時間を取られるんじゃないかなっていうふうに見てるそうです。それでね、えー、裁判所としては、今回のことについてね、 要はそのブラック問題がどうとかブラック差別がどうとかそういう話というものはそういう総論というものはもう置いといてもう裁判所としてはもう事務的にもう人格権っていう問題でねあくまで格論ということで処理したいっていうことなんですよでどういう意味かっていうと多分ですよ多分この全国ブラック調査の住所というものをこう原告の 住所とか、まあ本籍とそういうものを称号して、えー、で、該当するこれこれ、これを非公開っていう、まあそういう形にしたいんじゃないかと思うんですよね。うん。ただ、それができるかどうかっていう問題があって、じゃあそうすると全国部落調査の一部、ここでこれを黒塗りしてくださいっていう話になるんで、それはどうなんだっていう話になるし、で、 まあ、でもね、やっぱし、多分ね、最高裁とかその政治的な圧力で言えば、本当はやっぱ全国部落調査全面ね、はっにしたい、したいんですよ。しなきゃいけないんじゃないかな、みたいなところあるんだけども、正直それについて裁判所としては、そんなの前例がないし、どういうふうに、えー、そういう理論を組み立てるか。 組み立ててててるるののかっいいうはは正直裁判所ととしし相当苦慮しているとただもうこれはブラック問題全般どうこうっていうよりまあ人格権っていう格論でやるしかないだろうと。だからまあ最終的にどうなるかっていうのはわからないんだけども、でもこの感触だわ、感触としては何とかして全国ブラック調査を、その何もお咎めなしとはしなくてやっぱ何かしらですね、制限を加えたいんだなと思います。最終的にどうなるかわかんないですよ。まあ。 全部黒塗りということになるかもしれないし原告に関係のある部分の住所だけ消せみたいなことになるかもしれないですしまあ最終的には分かりませんえそれに対して実は解放同盟側も相当不満を持ってて、この片岡昭内さん副委員長がね相当長い陳述書を出してきてこれもう本当長々と書いてあるんだけどようやくするとその,その原告の出身がどうとかそういうことで いい分けすするなななみたいなことなんで,す、ね、でブラック差別の実態を考えると、その全国ブラック調査に本籍住所が現にあってもなくても親戚がいただけでも、過去に住んだだけでも差別,と差別の対象になる。 それについてはもう変わりがないみたいなことを言ってるんですよ。それも相当無茶苦茶な話ですよね。まあ、ここまで、その親戚がどうこうっていうところまで話を広げるんだったらもう、ブラック出身とかどうとかね、もう解放同盟がブラック出身だって言ったらそうだって話になっちゃうじゃないですか。もう親戚も何神道までたどるんだって話になっちゃうしね。で、過去に住んだだけでもって言ってもね、それこそウィークリーマンション2週間住んだだけとか、住民票一旦移せば過去に住んだってこと、経歴で残るんで、相当いい加減な話だな。 っていうことこになるんですけどもだからそのまあよく解放同盟に対してイメージ持たれてるのはその結局最後は泣き落としでしょあの私たちはこんな苦しい思いをしたんです差別されてきたんですっていうことを主張するためにさらにね承認を追加しようみたいなねあの上申書解放同盟が送ってきたんですけどもまあそれに関してはもう結論から言えば却下です。えー、裁判所としては もう、そういうことはしませんと。あくまで、格論で事務的にやります。というようなことをおっしゃってました。だって、今更そういう話になったら、弁論準備手続きやり直さないといけないですからね。それさらに承認も増やさないといけないわけで、えー、裁判所としてはもうそれはできないと。今年中に何とかして終わらせる。まあ、そういった情勢になってます。 はい。ということで、まあ今回ね、動画での説明っていうのはここまでとして、まあ、書面、実際どんな書面が出てきたかとか、そういったことはまた、えー、次元のウェブサイトの方でやりますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。ということで今日は裁判の報告でした。